答えていくんだ。そこにもいる。え？なんで今ハテナが。あースクラッパーがいるのか。倒しちゃおう。多分ここは見られないはずだ。この上絶対見えるよね、ここね。あっちから行くってこと？なんでハテナになってるんだ。何を警戒している。よし。こう見える、見えんのかな。すごい不安なんですけど。真下からの一撃したい。一生メリディアンに入れねえって言われたが。見つかった？やばい。天柱じゃなかった。天柱ならあの角度でも見つかんないけど。さあみんな落ち着くんだ。から行って、あいつが来るの待たずに、目を覚ましたか。さよなら。お客さんだぜ。よし。さあみんな落ち着くんだ。落ち着いたかな。なんか静まり返ってるからきっと大丈夫なんだろう。人多いな。それにしても
どうやって攻略してこう、これ。あ、あそこ真下からの一撃できそうだな。山賊の守りが固い。動力源を探す前に見張りの位置を覚えないと。あ、あいつか。来るかな。普通のなんか女の人っぽい。さあおいで。真下からの一撃。さよなら。よし、倒したな。しかもちょうど草むらに。これで一人やったから。多いよ、山賊多いよ、上にもいるよ。あの人とか降りてきてくれたらいいんだけどな。近い人いるな。行けないじゃん、向こう。上からじゃないとダメだ。いる。こっちはでもいない。見えちゃうのか、ここ。あれ、そんな上まで登ってこない。登ってきてる。現状です。で、で、草むら呼び出し戦法が効かなくなってきちゃったからな。動力源を回収する。
ここの動力源回収したら古の鎧が手に入るのかな。近い。舌をちょっとだけ噛んで血を味わってみろって言っただけだぞ。嫌な予感がする。警戒してる。ほら少しずつ肉を削いでやる。見つかった。このままじゃやられちまう。よし。本気を出しな。どこにいんの？上か。微妙に見つかってない、ここ。回復しとこう。まあまあ収まんないかな。お。収まったっぽい。こちらすごかったな、よかったな。こいつらすぐ戦闘意志を解くからな、なんていうか。あーで上か。上。ここから登れるんだ。石の山を蹴り崩したら、すごいところに、すごい、あ、落ちた。死体が。あーで、痛い。こっから向こうに行けるんだ。ていや、死体見えないのかあいつ。ああった。とりあえず戻って、よし、死体を回収だ。オッケー。これなんかだいぶ減ったんじゃない？山賊。あとあそこの2人と下に1人だけ。多いな。あいつなんか動かなさそうな。あった、動力源。イエーイ。回復薬ゲットだぜ。で、あと上の2人か。上の2人は
どうやってそこ行くんだ。こっちじゃないか。どうやってそこ行くんですか。縫い目？何の話してんだろう。登れるところがわからない。あっちからかな。安全？どうなの？ここから行くのかな。でもあと二人だしな。あ、ここにあるじゃん。一個動力源。あと一個。あと一個があの上。じゃないな。そこどうやって行くんですか。色が変わってきた。太陽が沈む。登り方がわからない。あそこの。でもあそこに行かないと動力源が取れないもんな。こっちの上かな。ここ行って。いやでも繋がってないよね。え？そこどうやって行くんですか。どっか登れるとかあんのかな。あ、これさらに上に行けるわ。おお。高い。あ、見つけた。あそこか。登れるとこ。落ちる。
あれこれ向こう側じゃん。手探りで。これだ、登るとこ。いや、ちょっと待ってね。それじゃ行くぞ。ちょっと待って。ニュースだ。あいつら、これにしようか。油断するな。見つけた。見つけた。倒した。よし。やっぱ必中の矢かな。てかこれどうなってたんだ。なんか降りれなかったな。あ、こうか。よし、終わり。次はスクラッパーを倒して武器の部品を見つけよう。スクラッパー。あ、なんかいるよ。いいか、後で痛い目に遭うぞ。村はもう終わりだ。バレてるじゃん。村が大変だ。痛い。え、でもスクラッパー倒すんだ。ほら、もう早く君たちを。君たちを倒して私は村に戻らねば。あれ、よし、来た。